先生じゃないですか。それより今日はその食欲がなくなった時に食べれるスタミナ料理みたいなものなのよね。ぜひ伝授してください。するのよ。もうもうそれじゃあね、やるわよ。はい、お願いします。今日はもう大変なんだからね。あ、そうですか。でもその口に含むのも億劫な時期にどんな料理なんですかね。今日はね、スタミナ汁なの。スタミナ汁、すごいわよ。あなた飲んでしまえばいいんだから。そうですよね。スープですから。先生、スープだから、スープだからね。先生、いや今ねえ、いや、あの人にも食べさせてあげたかったね。なんですか先生、なんか久しぶりにね、突然ブルーになっちゃって。どうしたんですか先生。先生、勇気を出して。昨日ね、別れちゃったね。彼氏とね。ごめんなさい、本当。この話ね、本当は料理番組でおかしい。いや、でもね、いいんですよ。そういうね、先生のそういうね、普段の姿がちらっと見えるっていうのも、この番組が好評なわけですから。もう言いたいことはドーンと言っていただいて結構ですよ。言っちゃった方がいいんです。そういうのはね、すっきりするんだよね。すっきりしちゃう。昨日ね、夜電話かかってきてね、ちょっと来てほしいって言ってね。よくあるパターンですよね。なんとなく分かってたんですよ。そうですよね。ホテルまでね、行ったのよ、私。それからね、もうドア開けるなりね、もうチェンジだって言われて。仕事じゃないですか。びっくりしますよ全然。もっと若いのいねえのか。ごめんなさい。料理しましょう。料理しましょうよ、料理。ね。そんなことは忘れて。大丈夫ですよ、大丈夫です。本当ごめんなさいね。ごめんなさい。いや本当にやるわ。スタミナ汁をね、スタミナ汁作りましょう。お鍋を用意しててございます。わかりました。よっそー。先週です。イゴッソー、先週ですよ。お変わりやすい volatile